はい、皆さんこんにちは、テロックスの投資です。いつもありがとうございます。今回ね、ベースマガジンにね、グレーのね、二郎さんのね、二郎さんっていうと坂上二郎さんみたいになっちゃうんですけど、そっちのね、飛びますの方の二郎さんじゃなくて、ベース弾く方のね、二郎さんのね、インタビューがね、今月のベースマガジンじゃなかったとは思うんですけれども、載ってたんでね、載ってたんですけども、でそれでね、僕はちょっといいこと言ってるなと思って、やっぱり素晴らしい人だなと思ってね、ちょっとね紹介してみたいなと思ったんでね、作ってみました。はい、ちょっと紹介してみますね。はい、この部分なんですけれども、もちろんね、ベースマガジンという雑誌ですから、他のところでは もちろんベースについて一生懸命こうね、インタビューして、それに答えてるんですよね、もちろんね。でベースに関してのお話の方がもちろん多いんですけれども、この部分がね、やっぱりとってもいいなと思って、僕は共感するんですよね。でこれはね、もちろんそのバンドの形態にもよるし、その人の考え方によるから、いいとか悪いとかではないんですけれども、僕は基本的にこの二郎君が言ってるここの部分がとっても共感する。やっぱりこうあるべきじゃないかなと僕は思ってるんですよね。はい、どういうことかというと、この結局のところ何をこの二郎さんは言いたいかっていうと、やっぱり究極のところベースラインがどうのこうのよりも、その楽曲自体がとっても良くて、人々の心にこうね届いて、いい曲だな、感動したな、これもう一回聴きたいなって思えるような曲であるんだったら、ベースラインなんかどうでもいいんだっていうようなことを感じるんですよね、究極のところ言ってしまえば。はい、究極ベースラインがとっても簡単なね、シンプルなものであったとしても、歌のメロディーラインや歌詞、そういうもの、あとアレンジ等でね、人が感動することができれば、それが一番いいことなんだっていうことを多分ね、彼はやっぱりね思ってると思うんですよ。だからこういう発言になってると思うんですよね。で、昨今ね、インタビュー見てると、やっぱりね、それはもうこういう雑誌なんで仕方ないんですが、ただ楽曲云々よりも自分のベースラインがいかに難しいことをやってるかとか、いかに特殊なことをやってるかとか、いかに変わったことをやっているかとか、そうですね、やっぱりテクニック的な部分をいかにすごいことをやってるかっていうのを聞いてくださいよっていう、言ってるインタビューがね、なんか多いくてね、それね、いつもねちょっと興ざめするんですよね。そういうことじゃないと思うんだけどなって。もちろんそのテクニックが面白いって思って聞いてる人ももちろんたくさんいるし、そうですね、そっちを重点的に聞くリスナーももちろんいるとは思うんですが、大多数は曲が良ければそのアルバムを何度も聞くし、曲があんまり つまんないとそのアルバムってなんとなく、あのアルバムあんまり面白くないんだよねっつってこう聞かなくなったりするじゃないですか。僕はそういうもんだと思うんですよね。やっぱりテクニックがすごいんだけどちょっと退屈だなっていう曲はもう一回聴こうとあんまり思わないんですよね。少なくとも僕はそうなんですけれども、テクニック思考の人はもしかしたら違うかもしれませんが、やっぱり大多数の人は、あの曲もう一回聴きたくなったなと思って、やっぱりその聞くと思うんですよね。だからその部分で難しいことやってるからすごいとか、変拍子があってすごいとか、あんまりそういうの関係なくて、楽曲自体がいいか悪いかで判断する、当たり前のことだと思う、本当基本的なことだと思うんですけども、そこのところがね、ちょっとね本末転倒になってるプロの人もいないこともないのかなってちょっと思ってたりするんで、最近ね。なのでね、この発言はもう本当にね、まとえているしね、
こうであってほしいと僕は思ってます。でこの初めの方にこの曲は嫌いだなって僕は言ってたけれども、昔だったら言ってるかもしれないけども、でその時にね、そのギターの人がね、いやとりあえずやってみようよって言ってると、これもねとってもなんか微笑ましいですよね。バンドってね、得てしてそういうのあるんですよね。なんていうんですかね、役割っていうのも変だけどね、多分これはね、二郎さんはねきっとね、作曲者の拓郎さんですかに対してね、ズバリ多分、まあ、僕ぐらいごめんなさいね、あんまりちゃんと知らないんで憶測で言ってるんで申し訳ないんですけれども、多分ね直感でね、いいんじゃねえとか、あこれまあ俺あんまり気に入らないんだけどなとか、多分ね言うタイプなのかなと思うんですよ、ね、なんだけども、そういう意見を言う人もね絶対必要なんですよ。みんなしてね、顔色伺ってもねあんまり良くないんでね、いやこれはどうだろうっていう人もねいてもいいと思うんですよ。でそこでその久志さんですか、そのギターの人が、いやでもこれやってみなきゃ分かんないからさ、とりあえずやってみようよっていう人、こういう人もすごい大事で、ちょっと面白そうだからとにかくやってみない、これの一言によって名曲が生まれたりするわけじゃないですか。でやってみたら、おいなんか意外と良くなったとか、いややっぱりダメだったなとか、こういうのっていうのはもうやってみなきゃやっぱり分かんない部分もありますから、こういうことを言う人も大事、それから直感でこれはいいとか悪いなって言う、忖度なく言う人がいるってことも大事、ね、バンドって面白いんですよね。そういういろんな意見が僕はあっていいと思うんで、うん、ここも微笑ましいエピソードですよね。はい、でねやっぱり話元に戻りますけれども、こうやってその自信を持っていい曲だって言える曲になれば一番いいと思ってるっていうところにね、とってもあれですよね、集約されてるって感じがしますよね。うん、ただねできればね、そうミュージシャンは、日本のミュージシャンって得てしてちょっとオリンピック的になるようなとこがね嫌いがあると思うんですよ。最近アニソンとかをね僕もまあよく言ってますけど、曲ありきじゃなくてなんか難しいことありき、転調ありきみたいに、あと高いキーありきみたいな、そっちばっか優先しちゃうようなとこがねあるんですよねっていう風に感じる時があるんですよ。仕掛けありきみたいな、仕掛けばっかりやって、で結局肝心の曲はどうなのよって言うと、なんか曲あんまり面白くねえなみたいな、でも仕掛けはすげえなとか、1番で1拍空いて 2番で2拍空いて3番で3拍空くんだふーんとかそれなんだそれみたいな話あるんですけども、そういうとこばっかり凝ってもね、肝心な曲メロディーと歌詞コード進行のその部分がなんだかあんまり微妙だなっていう曲がね多いとちょっとがっかりしちゃうんで、うん、そうオリンピックじゃないんで、曲は僕は本当に逆に言ってとっても簡単なのにとってもいい曲っていうのが一番いい曲なんじゃないかと思ってるんですよね。すごく難しいのにあんまりいい曲じゃないっていうのは結局無駄な努力なだけな気がするんでね、なのでこうやってねベースうんぬんじゃなくて曲自体を聴いてほしいっていう風に思ってくれると、ミュージシャンがね僕は一番、まあ、個人的な意見になりますけどもね好きだなと思いまして、今日は作ってみました。はい、ありがとうございました。また聞いてください。